はい、どうも、皆さんこんばんはでございます。ということでね、もう11月ということでございまして、まあ、気づいたらね、あら、秋だななんて、いう感じになっておりますよね。まあ、私なんかも今日ちょっと朝ね、ラジオだと思って、カーテンをパッと開けますとですね、外の木々がもう紅葉といいますか、なんならもうちょっと落ち葉になってるんじゃないかみたいな、感じに、あ、いつの間にかもう秋になってるんだなと。というところで、まあ何でしょうね、こう日々のこの忙しさといいますか、その目の前のことにこう追われてるとですね、そういう季節の流れみたいなのもね、こう感じづらくなってるというか、まあ、そう、大人になったといえば言い方はいいかもしれませんけれどもね、少しちょっとその心のね、その、まあ、何ですか、弾力といいますか、そういったものをちょっと、あ、なんか失ってきてるのかなっていうのも考える今日この頃ではありましたね。じゃあ元気よく参りましょう。ウソシーのお笑いたいです。いや、始まりましたね。何なんすか今の。ウソシーのお笑いしたいでございます。いや、本当にね、もう元気印の4人の声です。意味不明ポエム冒頭の妙にしっとり始まったと思ったら急に投げ捨ててじっくり聞いたけど盛り上がってきたよいしょって感じでね。よいしょ、そうそう、絶対着地で見失ってたでしょ。意義がどうのとか言って、リクソジのお笑いしたいですでございます。シュガリー MC が私関岩田お届けします。今日もメンバーは愉快なこの3人。前沢チャンネルです。相沢和也です。新約ルチャリブレこれからライダーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当にね、思うわけですよ、うん、秋、もうなんか最近本当に、あ、はい、気づいたら秋やんみたいな。まあそうですね、なんなんですかね、冬も迫ってるくらい、うん、この感じ、なんか前はもうちょっとこう細かくな、そろそろなんか確かにそれは模様が出てきたなとかさ、あ、なんかちょっと秋っぽくなってきたなっていうのをこう感じてたはずなのに、うん、なんか今はもう、あ、みたいな。そうですね、あっという間ですよ、本当に。確かに気づいたら背後取られてる。そう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 、背後取られてる。この間はでも夏ぐらい暑かったのに、そう、ゴロッと変わりますからね。結構だから、もみじ狩りとか行きましたか、皆さん。もみじ狩り、はい、もみじ狩りなんて、そんな、どういうことですか、もみじ狩りを知らない人みたいな言い方でしょ。びっくりしたよ。もみじ知ってるでしょ、もみじは知ってるでしょ。もみじ、いやいや、もみじを知らない人になってる。もみじ狩り、じがりじゃない、じがりするわけじゃないの。あ、紅葉を見に行ったりとか、紅葉をね、見に行ったりとか、これ難しいんですよね、毎年さ、うん、そのもみじ狩りというか、その紅葉を見に行くって結構難しいよね、タイミングが。難しいですか、この日に行こうって言って見に行ったら、あ、まだちょっと青い。ああ、そうそうそう、だいぶ落ち着いてるみたいな、ベストなとこが見つかんないっていうのは。あんまり盛り上げないくないですか。まあまあ、なんか桜とか、まあ、祭りとか、海開きでわーみたいな、もみじ狩りはなんかこう誰も教えてくれない。そう今ですよみたいなアナウンスがないでしょ。まあ、確かにそれはあるな。でもなんか紅葉の見頃みたいなのは結構でも天気とかでね、やってたりしたいんですか。そこまででもなんか小声でしょ、その時だけ。そうそう、ちょっとだけ今週オプション、オプション、オプション、金出すとね、金出すと教えてくれるみたいな。ライフでちょっとお伝えするぐらいなんで、ここは右下の声出てるの。いや、でもいい季節だと僕は思いますよ。秋好きですよ、やっぱり。ないいですね。何やかんやね、秋いいですよ。薄い。全員薄い。誰もこう濃度上げようとしなかった。流せ流せ。それがいい。濃度上げようと思っても上げられないから秋はいい。そうかもしれない。だからそのなんかやったらなんか、いや、もみじ狩りですよみたいな、紅葉ですよみたいな、こうなんつうの、林立てない。逆に、しっとりと。はいはい。あの、こういう季節でございますねぐらいのノリでいいんですよ。そう、もうそろそろ冬でございますなと、その子の感情を楽しんで欲しいわけです、私は。それで冒頭のポエムに繋がる。わかりますか、皆さん。この感じだから本当にね、まあでも本当にあのこれからまあ寒くもなりますし、はい、いろいろこうね、風邪とか体調管理もね、難しいと思いますけど、まあ元気よくは参りましょう。はい、そこは間違いなくね、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんからメール待っております。メールアドレスは76@ラジオシー .jp 76@radio.jp 全て小文字です。たくさんのメールお待ちしてます。 TIZ のネクスト G のお笑いしたいです。最後までお願いします。さあ、引き続きネクスト G のお笑いしたいです。シューガリー MC 私適量でございます。メンバーはいつものこの3人。前沢チャンネルです。相沢和也です。新約ルチャリブルこれからライダーです。さあ、ということで、まあ、秋は秋なんですけど、ね、まあ、まもなくその年末年始というところで、もうそうですね、もう、うん、そうですよ、早っ。だからさ、それさ、リアルにそう思わない。リアルに言わない。ほら、本当に多分冗談抜きで、20代の2人は多分、まあ、またまたって思ってるかもしれないですけど、まだ、としたら
やばいよね。いや本当やばいっす、やばい。やばい。今年の秋みたいな。去年の秋がまだ残ってるんじゃなくて今年の秋なのもうみたいな。そうそう、もうそんな気づいたら。あのちょっと分かってきましたよ、そちょっとやっぱりこの年齢もだんだん、うん、今も29、もうすぐ30なんで、うんうん、ちょっと加速度的に速くなってる気がしてますね、確かに。やばいよ、本当に。やばいやばい。何これって思うもんね。本当に。あれっつって、先週去年の秋だったのみたいな。さっきまで去年の秋だったのに。さっき去年の秋だったのに、なんで今年の秋だったんですか。もう20代でこんな速かったら、もう30代、40代になってるともう、一瞬で終わっちゃうんじゃないかっていう。やばいよマジで。だってもう季節感が分かんないもんね。分かんないです本当に、うん、なんかあ夏もせば終わってんなぐらいの感じだもんね。そう体がその気温に慣れるまでの期間に次の季節になってます。順応できない、順応できない季節に置いていかれちゃってる。全然適応できてない。まあそんなわけでございまして、うん、まあ年末年始といえばやはり餅ですよ。おやっぱ我々ね、やっぱその餅番組というか、餅番組、餅番組ですから、餅番組の側面もあるじゃないですか。仙台随一の餅、ネクスト G のお餅つきたいです。もうそんな、もうほぼそうなんですよ。だからそうなんです、似合いコールですからね。似合いコール実上の餅つきたいですから。まあでもこの前坂チャンネルが、はい、無類の餅好きと、餅好きで、ね、自分でついたりもしました。そうそうそう、史上初の餅芸人、餅芸人ですよ、本当に。ナイスあるというところもありまして、はい、今回ちょっとですね、これからライダーが、はい、ちょっと餅をね、そうですね、持ってきたんですよ。はい、なんかそろそろちょうどね、餅のなんか秋じゃないですか、ちょうどね、餅のオフシーズン、オフシーズン、その基本オフじゃない。あ、そうでしたっけ、短いっすよ。あ、そうそうそうだけど、基本的に、うん、あれあれ、あ、そうかそうか、うん、なのでね、ちょっとね、ここの空いたところで、うん、入れてこうってことでね、ちょっと餅買ってきました。まあでもね、こうお正月のお餅どうしようかななんて人もいると思いますので、うん、そうですね、うん、こういうのもあるんだぞっていうところを参考にね。あとやっぱあなたなんかはさ、やっぱりこう、はい、数々のやっぱ餅を知らなきゃいけない立場。まあそうですね、そうそう、教えていかなきゃいけない立場だし、はい、教えていかなきゃいけない。そうですね、伝道師みたいな、啓蒙していかない。そうそう、それは真剣に受け止めたことがいい。餅業界から、餅業界。でもだって前作素餅が好きなんでしょ。まあまあ、でも何も知ってないし、誰よりも詳しくはなきゃいけない、うん、そうそうそう、すごい。結果スモチでしたではいいんだけども、はい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 、なんかもうそこにいきなり行ってるみたいな。ああ、いろいろね、スモチ好きな俺かっけーみたいな、全部通ってからのスモチ。やっぱりちょっと重みが違いますね、その極めてからではね、いきなりスモチやっぱ素人にやっぱ早いから、いろいろ知った上で結局最後行き着いたなっていうやっぱ流れじゃないと、はい、説得力ありますね、そっちの方がね。そこのとこはちゃんとスモチなんだ、ちょっとわきまえと思います。考えわきまえ、気をつけます。気をつけますよ、気をつけます。反省したの急に。で、今日は何なの。今日はですね、はい、延命餅さんというところから。何ですか延命餅って。延命って何ですか。延命って、生き延びる延命ですよ。うん、これ食べると、これの食べると、まあ、命が伸びます。すごいように餅のように万能じゃない。命が伸びますよね、ビヨンって伸びますよね。先頭よりすごいから。先頭はその時体力回復するだけだけども、やっぱライダーもやっぱこう生きながらいたいっていう気持ちがさあね、まだね、まだこう成就してないことがいくぐらいもありますね。人生にしがみつきたい、しがみつきたい、人生にしがみつくしかないから。私なんかはね、しがみつくとこはそこしかない、そこしかないから。本当にうわ、人生、我の人生まだ伸びてくれっつって、もう死んでるんじゃないですか。あれやばい、これ。いやでもね、ゾンビなのかもしれない。でもね、なんかちょっと名前に来たらすごくこうなんか由来がありそうな、そうですね、うん、由来ですか。いやでもなんかどういうどこでどういう西品ぐらいありますけど、うん、新寺通りにあるその延命餅さんっていうお店があるんですけども、はい、そこで出してる延命餅っていう、そこの店名がついたもう看板商品、看板商品のお餅と、はいはい、ボンジョビみたいなもんですよね。ボンジョビのボンジョビのボンジョビでしょ、ボンジョビとボジョンボンジョビみたいな。全然言えない、ボンジョビです。そういうことです。そうなんです。大きいボンドって大きいボンド言ってない、急に大きいボンドってしないでしょ。大きいボンドいた延命餅と、はいはい、実は延命餅さんで一番人気の田楽餅っていうのがあって、田楽餅のあんこ餅、名前ついてるやつよりもなんだ、よりも田楽餅の方が人気です。あ、まあ確かにリッチーサンボラの方人気あったりしたもんな、ボンジョビ。そうボンジョビで言うとね、ボンジョビで言うとね、そういうことですよ。例えやすいなボンジョビって。例えやすい、汎用性はある。安いボンジョビ最強だな。そうです。だから中にはね、延命餅さんの田楽餅が延命餅だと思ってる人も結構いる。逆に取って変わっちゃってる、取って変わっちゃってる、有名になりすぎちゃって、
なんかこれ延命餅の方がなんか大福のような、そうですね、白い大福になってますね。おシンプルな、シンプルなザお餅って、ザお餅ですね、はいはい、でもなんかうっすらちょっと黒っぽいの見えるの、ちょっと中のやつ、何ですかね、何が入ってるんですかね、ごまかしてますね、ごまかしてないですちゃんとした素材、ちゃんと、多分あんこだと思いますよ、はい、あんこでごまかしてない、あんこごまかさないのよ本来それでいいから、素持ちである必要はない、素持ちにこだわる必要はない、素持ちを美味しく食べるためです、ね、こっちはなんか普通のこう串団子というか、あ串団子見えますね、潰してね、潰したって表現よくないか、なんか丸くし て, て, 丸くしてでなんか平たくした、うん、でこっちも串にとらばってますね、黒い何かで、これあんこです、何かね、そんなダークバターとか言えないですから、ね、事件性がある、事件性、黒い何かをつって美味しそうで、結構ひたひたに入ってますから、もう餅餅なんだろう、餅奉行からしたら、はい、餅奉行みんなに取り分けしてまだまだもうちょっと焼けてまだまだよまだやってないですよね、はい、第一印象としてはいや、いいんじゃないですか、この延命餅美味しそうですけど、ね、おあそうですか、はい、なんで、なにこれ有名ですか、結構有名な方ですよ、その私ちょっと存じ上げてなくて、うん、仙台の中でも餅長らく住んでおりますけども、の中でも有名なお店ですね、結構、まあどうしてもやっぱ村上屋さんとかね、ああそうですね、そっちに行きがちではあるんですけど、住んだ餅といえば村上みたいなところありますけども、まあ、ね、ライダーもやっぱこれもう昔からやっぱり食べてる、あ結構食べてます本当にこれは、そうなんですか、はい、あなんやばいんじゃない、ちょっと立場ライバルが餅ぐらい食べるじゃないですか、餅屋さんが何で存在してるんですか、結構今ちょっと俺なんかこううかつに餅食えないなみたいなって思ったって、いやいやいや前坂くんが出てきたから一本連絡入れないと、ちょ今からこれ食べるんですけど、そうそう、餅先輩、餅っっ、めんどくさい餅先輩じゃない餅食べるときちゃんと挨拶行かせてそれ、それ、お餅いただきます、行かせていただきますっていう、先に勉強させていただきます、お餅業界は勉強させていただきます、お餅勉強させていただきます、寄席の舞台に上がるときじゃないですないんだ、ないんだ、なんだ、そうですか、うん、じゃあせっかく持ってきていただいたので、はい、ただあの曲を挟みまして、はい、大試食会、お、はい、いいですね、もうあのなんて忖度なしで、はい、忖度なしですよ、そうですよ、やっぱり我々がやっぱこういうの発信しなきゃいけないから、うん、そうですね、正しい情報、まあ美味しければ美味しいんですけど、うん、なんかとにかくうまいって言っておきゃいいわけじゃないですよね、そうですよ、やっぱりこう指摘するとか指摘しないと、指摘するとか指摘する、そうだ、餅のために、餅業界のためにもね、確かにねそこは行きましょう、個人の感想だから確かにこれは個人の感想です、うん、やっていきたいと思いますけども、じゃあ、はい、曲いきますか、はい、相沢和也チョイスでお願いします、はい、Every Little Thing で Time Goes By、 さあということで、じゃあ行きますか、あじゃあこのね、ボンジョビの方から、ボンジョビ、ボンジョビじゃない、ボンジョビ餅、ボンジョビ餅、ボンジョビ餅、いいですか、はい、いただいて、いただきます、いただきます、外したセロテープ、あ、すいません、あ、ついてます気づかなかった真っ白ですね、じゃあちょっとそうですね、はい、餅、はい、お餅代表として、はい、代表ね、感想言う代表してね、得意じゃないですか、餅ってか大福な感じしますね、ちょっと粉がね、振ってあって、うん、この段階でちょっとね、あれですけど、ね、どうですか、厳しいからね、厳しい、今すごい味わってますもん、採点が大福ですね断言しました、大福、大福ですということで大福と餅の違いって何なんですかね、何ですかね、確かにでも餅ではないだろ大福って、うん、そのなんか正確にはそのなんか、うん、作り方とかも違うんじゃないかなって、うん、でもなんか生地の硬さも結構大福に近いというか、柔らかい、柔らかい、噛んでちょっと切れる、はい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 、はいはい、柔らかいし、なるほど、うん、なるほど、総合的にはあ、美味しいっす、あ、よかった、はい、よかったよかった、大福だからダメとかないですか、確かにね、そうそうそう、大福は、大福ってうまいんだから、そうだね、結構しっかり甘い感じですね、へぇ、じゃあちょっとこっち向いてくださいよ、おこっちもいいですか、うん、じゃあ我々は後で食べますから餅不安だな、俺だけの有識者にやっぱ任せていきたい、これなんか、ね、かかってるのはハーシーズのチョコソースかな、いやいや、あとあとあんな雑なアメリカ人が作ってるわー、邪道だ、あ、違うんですよ、邪道すぎる、しっかりあんこつけていただきますね、あ、ちょっと見た目、見た感じもちょっと違うっすね、うん、あ、美味しいですね、これ。おおおおこれ美味しいです。あ、あんこ同じようなやつなんかなと、結構味が違うというか、うん、こちらの甘さがちょっと控えられてて、あ、そう。結構どなたでも。どっちが美味しいですか、食べやすい感じ。電学。電学ですかね。あ、やっぱそうなるとやっぱり、
そうなっちゃうよね。その世間も延命餅、こっちがこっちが美味しいんだもん。解明した延命餅美味しい。電力餅屋さんにする、うん、こっちが美味しくなっちゃうんだもんだって。縁起的にね、縁起物ですから、うん、延命餅店としてもやっぱもっと延命餅をもっとこうさ押していくて押していくために、うん、なんか田楽人気あるし、まあ、まあまあまあみたいな感じになっちゃう、まあまあまあ、とやっぱりね、いや我々はこっちなんでっていう、うん、その危害が欲しいかな俺は。店に店に甘えが入ってる、うん、餅感も田楽餅のなんか香ばしさがある。ああちょっとね、焼いた味の方がやっぱり餅の概念としてはそっちの方が近い、うん、そうですね。おそうですか、うん、ありですか。はありですね。ありよりのあり。ありがっつりありですね。がっつりありだ。食べてみます。そうですね。延命を行きましょう。延命しましょう。やっぱ生きていきましょう。うん、お店のね、名前に入ってる。あ、いいですね。まあ、久々に食べれば、大福ってあんまこう食べる機会が。確かにそうですね。そうだ、今日大福にしようって。なんない、なんない。お母さんもなんないでしょ。なんないですよ。晩飯っすよ。絶対なんない。おこんなで何しようかしら。お買い物、ね、回ってね、カゴ抱えて回って、あ、大福にしようかしらって。喜ぶわみんなって、ね、もううちの子ですって。あんまないか。いただきまって食べましょう。皆さん、いただきましょう。延命しましょう。延命します、みんなでね、生きながらえて延命を図っていこう。うん、うん、どうですか。あ、なるほど、確かに、はい、この大福って感じでおかすかに塩気も感じる。あ、うんうんうん、あ、いいね、この生地がさ、うんうん、やや硬なのがいいね。やや硬なのが、うん、そう、これ何でも柔らかく柔らかくみたいなのがあるじゃないですか今、うん、柔らかくすることがもう正義だみたいな。あ、うん、でもこれ、はい、ちょっとやっぱこうちょっと固めが好きですよね。あ、うん、しっかり食感があって、しっかりして、あの、そう、一応お餅なんだぞっていうまあちゃんと手作り感があります。最後のプライドはやっぱ感じる。最後のプライド、大福みたいになっちゃってるけど、やっぱ俺のアイデンティティは餅なんだぞっていうのをやっぱまあ感じますね。まあ確かに今言った通りそうかもしれないです。この餅の気持ちを感じる。確かにちょっとそう言われたらそうだわ、うん、大福の感じしてるけど、なんか大福へ逃げてみたいなことちょっと言ったけども、うん、確かに感じる、それ餅を感じますよね。餅は餅屋なんで、はい、しっかりしてますよね。だからね、おいしい、うん、あんこの甘さもちょうどいいですよね、やっぱり。うん、このね、ちょっとしょっぱい感じが、そうです、塩気がありますね、うん、いいですね、このバランス、うん、止まらなくなっちゃう。食べたんすか。いや、一口でしょ、こんなの。いや、一口でしょ、そんな、なんでそんなちまちま食ってんの。俺食べてないと思った。食べてないと思った。あっさり食べましたから、ね、マスクの中に吸い込まれちゃう。すごっ。それで、そんなね、そんな早くないよ、今の。じゃあちょっとこっちの大きさだって、はい、あ、ほんと焼かれてる。そうなんです、ね。まあどうしよう、どこにしようかな。お店の周り歩くと、ね、餅焼いてるいい匂いとかします。ああ、なるほど。そこのじゃあ、わー、今度もごめんなさいね、ちょっとね、あんこが多いんでね、取りづらさが。わー、すごい。あ、これあんこいきましょう。あんこたんぷりいってください、ほんとに。つけた方がね。いただきます。わー、絶対こっちだわ。絶対こっちだわって。これうまいね、うん。いや、そうなんですよ。こっちが美味しいから。別にその延命餅が美味しくないとかじゃなくて、田楽餅が本当に美味しい。強すぎた、うん、強すぎたんだ、うん、こっちはうまい。あー、もう2人とも口に入れてすぐ言いましたもんね、美味しいってね。やっぱ焼いてんのいいな。あー、そこが違うのか。餅焼くべきだね。あー、焼いた方がうまいですね、うん、本当に香ばしさが、うん、全然違う。うまい、これはいいっすね、あ、なんかこういいな、スタンダードというか、なんだろう、夏休みに家帰ったみたいな感じの。夏休みに家帰って餅出ますね。家帰って、いや、なんとその、なんかこう懐かしさというか、っていうか、手作りのちょっとあったかみたいな。はいはいはい、はい、あ、こう取りづらいな、ちょっとね。あ、でもいいっすよ、食べないですか。食べましょう、食べましょう。また一瞬食べてください。一瞬、またさっきの別に特別一瞬で食ったわけじゃなくて、吸い込んでください。うわー、これすごいね、あんこいっぱいつけるか、それが。食べてもらってる間にどうですか、うん、前塚ちゃんで、その、はい、総合的に、総合的に、うん、今日の餅に対する思いというか、思い感想といいますか、感想、うん、いや、でもなんか本当に美味しかったなっていうすごいですよね、やっぱり、うん、お正月はどうするんですか、餅。お正月ですか、つきます、それとも、つくのはでもちょっと大変なんでね。でも延命餅屋さんにちょっと、はい、
お願いしますって教えてくださいって。ああ、弟子ですか。電学持ちどうやってつけたいですかみたいな。教えてくださいっていう。確かにな。いや、ライダーさん早っ。早いな。2個ついてんすよ。え電学のやつ。2個だけでしょ。串に2本ついてる。一発でいった。どういう考えしたんだろう。丸のポンポンでしょ。見ればよかった。ポンポンって。ダンポーンって一発で言ってこれくらいの貴重で面白くしいよ。確かにこれめちゃめちゃうまいわ。これは優勝です。うん、優勝めちゃくちゃうまい。なるほどな、うん、ちょっと延命持ちも頑張ってほしいなということね。頑張ってるのよ。美味しいですけどね。でもやっぱお店の名前を背負う側には負けてらんないよっていうのはやっぱり、うんうん、あってほしいなって思いますけど、うんうん、さあということで、まあね、どんなお餅がこれから出てくるのかまた来月ね。そういうコーナーだ。完全に餅バーグが餅つきたいですね。楽しみでございますけれども、逆にね、募集してもいいですよね。だからね、うん、また我こそはっていう餅屋さんがあればな。確かに餅ちょっとな、まあ、うん、シーズンもシーズンですから、うん、そんな餅もあるんですよっていうのを、ね、そうですね、ちょっと教えてほしいかなっていうのがありますのでね、うん、またね、我々の力でなんとかの餅業界ちょっとでもね、もうちょっとでも、ちょっとこの歯が揺れるぐらいでもいいですね。構わない、うん、それで構わないので、ちょっとでも力になれたらなって、うんうん、そうですね。エンディングです。さあ、エンディングでございますけれども、はい、告知ですか。はい、じゃあ、やるのか。はい、12月1日にですね、はい、仙台のお笑い&大道芸エンタメショーというイベントがございます。大白文化センターラララホール、夜の7時から、前より2000円となっております。はい、まあ、ティーライズの芸人と、うん、あと、モッタさんっていう大道芸の方がいらっしゃるんですけども、その方との、まあ、コラボということで、うん、大道芸とお笑いが一度に見れるという、お得2時間のライブになっております。で、ゲストは、日給奈々さん、マセキ芸能の、YouTube とか結構 SNS とかですごいこう、まあ、バズったりとか、してる方ですと。はい、チケットはパスマーケット E プラス、それからファミポートでも買えますので、皆さんぜひとも、遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、本当にね、皆さん出るんですよね。はい、そうですね、出ます。持ちタレントが背伸びして、そうです、一生懸命お笑いに挑戦する。一生懸命お笑いに挑戦する。お笑いから入ってるから。持ちだけ伸びていきたい、どんどんね、伸びていきたい、本当に。そういうところでございますけどもね。さあ、年内の放送もあと1回と、来年来月なりますのでね、形ただどんなことになるのか、そうですね、どんなことになるのか、事件がね、何が起こるんじゃないかなって思うんですけど、ね、なんなら餅やるんだったら来月だったら、ね、早いよね。そうでしょ、今回やって次回やんなかったら餅はってなるよ。多分ちょっと話題がないからこれでごまかそうって買ってきたから。来月だとちょっともうね、切羽詰まりすぎちゃってるね、うん、今のうちから。そうそうそう、もう決めておかなきゃいけない。おせちとかじゃないですから、やっぱ餅、うん、ですから、餅ですよ。一番こう取り上げるべきはね、うんうん、はいはい、そうそう、チクッときゃ大丈夫ですから、ね、大丈夫。来年1年問題ない。問題ない、ね、そうそう、来年1年ございますのでね。はい、まああとね、お笑いライブとかもね、まあ、ありますからね、はい、続々と運んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ネクスト G のお笑いしたいです。今週はこの辺でお別れでございます。また来月もお願いします。バイバイ、バイバイ、はい、なるほどね、やっぱ焼くっていうのはやっぱりいいっすよね。めちゃめちゃいいですね。焼いたってうまいんだね、やっぱな。でもな、去年だから、ほらみんなで行ったじゃない、スタミナサロンも。はいはい、しこたま焼いてうまいよね、あれ。焼きたてにしちゃえば、なんとか食える。焼いて、タレもぶっかけて。結局それが一番うまいです。素材の味を潰すって。関係ない、もう。焼き方と調味料で。おまかせるっていうかね、ありますけどね。そうですか。社長もどうですか、餅。あ、まあ、やってんね、今。お餅ありますけど。社長の餅。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ。いいんですか。どうぞどうぞ。餅マスター。餅マスター。これ、2つあるから誰か。じゃあちょっと捕食シーン見たいんで。これがライダーさんの貴重な捕食シーン。うん、でちょっとこっちもじゃあちょっと。いやこっちも選んでもらいましょう。俺は食ってきたから今まで。今まで食ってきたから。これ食べても見たいよ。早かったよね。もう早かった。いや、早くないですよ、別に。確かにって。串いったら、そうだよ、延命餅の方はまだ1個だから分かりますけど、うん、これ2個ついてるから、いやいや、普通でしょ。
え、食うんですか。いや1個まず食べて、うん、味わってもう1個そんなプレッシャーかけられても普通ですよ。いやそう普通を見たいからね。食事シーンどんだけ普通なのか。いやいや普通ですから、うん、さっきと同じ感じで。まだまだありますよ。まだいやありますよ、ね、この時点でなかったらどうやって食うんですか。こっちから目を離さないでくださいね。あ、いや1個切ってすぐ2個目すごいね。早っ。吸収がもはやない。吸収だもんね。吸収グーですよ、グー。2個ついてるから2回分味わおうみたいなのないの。1個だろうか、2個だろうか、関係ない。2を1にする。すごいな。いや、すごいですね。うまいもん、すぐ口に入れたくなる。いいっすね。うん、急に話変わっちゃうんですけど、はい、あのね、亡くなったんですよ、ナポレオンズの。ああ、ああ、そう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 。今ちょっとなんか、手品みたいだなと思ってそれで思い出したでしょ。思い出した。いやでも本当にちょっとあれですな、なんか一つ失った感じありますね。うん、そうですね。唯一無二のっていう感じはあったので、あのそうですね、頭ぐるぐるを笑点とかで見て、うん、こう育ってきたみたいなところもね、あるじゃないですか。結構いろんなところで言わせてもらってますけど、俺多分あの人たちが多分世界で一番の芸人じゃないかと俺は。ある意味ね、うん、まあ伝わりますからね。どこ行ってって受けるじゃん、あんなの。だって老若男女問わず、うん、なんなら言葉通じなくてもあれいける。いけます、いけます。その前振りのね、ちょっとしたこう漫談的なトークはあれにしても、うん、手品自体の視覚的な面白さって別に、うん、変わらないですね。やっぱりどの人が見てもっていうのありますから。あれは最強でしょ。いやー、失ってしまったな。席両から継ぐしかない。まあ、俺も重責を今からグルグル。ちょっと軽く横に振ってもらって。いや、だったら桂文枝の方がまだそっちマシって言ったら。おいおいおい、桂文枝やれって言われたらまあまあと思うけど。まあまあまあ、いけるかなって。まあまあ、いいっすよ、いいっすよ、しょうがないっすよ。しょうがないっすよ。しょうがなくない。みんなやりたくてしょうがない。分身なりたいしょうがないだから。全員なりたい。全員。もううわなりたい。なんとなくのやつがやれてる。そうか。うん、いやー、まあね、あの頭ぐるぐる回す方の方は、うん、あのじゃないですよね。あの喋る方のね。そうそうそう。はい。またあのね、いやでもまあもうできないですよね。うん。いやー、できないですよね。まあ、できないです。あの軽妙なトークもあってもありきの、あれがないとやっぱりその頭が回ってるように見えないですからね。ただのね、ただこうやってだけだからね。技だけ盗んでも違う。違うんですよ、やっぱり。クオリティっていうか。いやそうか、ちょっとショックだったな。ショックですね、やっぱり見てきたものはね。こうね、不幸が多かったので今思うと。はいはい。そうです、今週もね、多かった、怒涛にね。そうなんですか。はい。寂聴さん、寂聴さんですね。寂聴師匠。え、あ、そうなんですか。寂聴さん、はい。あ、そうなんだ。はい、そうですね。あと細木和子さん。あ、そうですね。和子さん、和子師匠ね。あれ、三浦春馬くん。だいぶ前です。結構前。だいぶ去年だっけ。でも今年なんですか。いや、結構前じゃないですか。去年だった。去年だったと思います。去年だっけ。もうその辺は怪しい。竹内結子さん。そうですね。去年。が、多分そのあたりが結構。そうですね、続いて、そうか、去年か。でも、あでもなんか多いね。いやそうでございますか、うん、どうしようなんかどんよりしちゃった。お餅食って楽しいなっていう気になったの。そうですよ、思い出しちゃった急にね。延命しばれば寂聴さん亡くなったんだ、うん、99歳で亡くなるっていう概念あったんだ、一緒に。あります、あります。なんか生き死にを超えた感じがするけどね。ええ、そうですか。うん、よいしょ。よいしょ。人が亡くなった後によいしょって言うな。いやね、まあね。いやでもまあまあもう寂聴さんなんかはもう本当にもう大往生というか、うん、あれでしょうからね。ね、まあご冥福を祈りしつつ、はいね、また来月も楽しくお届けしたいと思います。はい、バイバイ。バイバイ。